こんにちは、美容業界専門税理士の中島正夫です。今日の動画はですね、美容室を独立した後にマイホームが果たして買えるのかについてお話をさせていただきます。結構ですね、独立をする時にもまあご相談があるんですけど、実は住宅を買おうと思うんですけど、今こう住宅ローンを組んだ方がいいんですかねとかね、開業の時にそういったご相談を受けることもまあまあまああります。なんでかっていうと、独立そのものが何かこうライフイベントのこうっていうかな、結婚するとかね、子供が生まれるとかね、そういった変化に備えてちょっともう自分のお店を持っていこうかなとか、ね、考える方もまあまあ結構いるんで、だから住宅もそのタイミングにこう合わせてっていう方もまあまあ、いらっしゃいます。なので、住宅ローンをいつだったら組めるのかっていうところをちょっとお話をしたいと思います。まあ、タイミングなんですけど、まあ、一つは今言った独立する前、こうお店をまだ勤務している状態ですね、っていう風なのか、独立した直後なのか、そしてもう一つは独立した後数年後、このいつがいいのかっていうお話なんですけれども、一つはですね、独立する前の状況で、要は勤務している時ですね。勤務している時っていうのは、これからもうやめようっていうことがもう頭の中で決めてる、分かってるっていうんだったら、やっぱりそこは住宅は組まない方がいいです。まあ、なんでかっていうと、住宅ローン組んだばっかりの状態だと、住宅ローンでもやっぱり借金なんですよね。別に創業融資を受けるときに住宅ローンがあるから不利になるってことはないです。ただ、組んだばっかりっていうのは要検討なんですよね。もう何年も住宅ローン組んで何年も返してるよっていう状態で住宅ローンがあることが創業融資に不利になるっていうわけではないんですけれども、でももうこれからやめようっていうことが分かってる段階で住宅ローンを組むっていうのはやめておいた方がいいでしょう。で、もう一つ、独立したすぐ、これですね、基本的に融資受けられないんですね、住宅ローンという融資はね。なんでかっていうと、まあ、いわゆる個人事業主ってとっても信用がないんですね。悲しい話、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、ていうか個人事業主はみんなそうです。働いている時というのはいかにこう守られているかっていうことが、まあ、まざまざと感じる瞬間でもあるんですけど、まあまあ切ないですけどね、まあそれは現実だからしょうがないと。だから独立したすぐというのは実は住宅ローンはほぼ組めません。で、じゃあ諦めるのかっていうとそうではなくて、独立した後の数年後に住宅ローンを組むことができますので、もちろんその全員が全員組めるわけじゃないんですけど、条件をしっかりとクリアしていくと組むことができるということで、働いている時に辞める気がない状態に組むのか、もしくは独立した後の数年後、しっかりこう準備を整えてから住宅ローンを組む。ちなみに去年ですね、令和2年にうちの僕のお客様でこう創業からご支援させていただいた方で住宅を買われた方というのは9人お見えです。すごいですよね。むちゃくちゃ嬉しいんですよね。あ、この人がついに良かったかっていうね、っていうのはまあ本当に僕としてもとっても嬉しい話なんですが、で、まあ、話戻るとですね、融資審査で判断されるポイント、働いている時、勤務している時っていうのはもらってる給与で、まあ、判断されるわけです。給料どんだけもらってるのか、銀行からすると給料っていうのはやっぱ安心なんですよね。この先ももらえるよねっていう、まあ、もちろん終身雇用なんてないわけですけど、でも、この先も給料はもらえるでしょうっていう前提で考えるから、だから給与をもらってる人の方が実は住宅ローンを組みやすかったりします。でもさっき言ったみたいに、もう辞める前提であるんであれば、そいつは辞めておいた方がいいと。で、働いている時ではなくて独立した後は、銀行さんは何で評価するかというと、そのお店から生まれてくる利益がいくらあるのかっていうところで判断がされてくるわけです。じゃあですね、もう一つ、その利益っていうところがいくらあればいいっていうことももちろん重要なんですけれども、それだけではないですね。それだけではなくて、独立したすぐはまあ融資を受けられないと、創業融資ではなくて住宅ローンですね。住宅ローンは難しいっていう話をしましたが、まあ、数年後だったら受けられるよという話で、独立した年、翌年、翌々年とかね、じゃあこの間どういう状態であれば融資が受けられるのか、住宅ローンが組めるのかっていう話をすると、まず一つですね、この期間中ちゃんと利益出してねっていう話。ちゃんと利益出てないと、そいつは融資は住宅ローンにしたって普通の融資だって、まあコロナ融資は別ですけど、難しいというのがまあ当たり前の話なので、ちゃんとですね、税金を払うということです。じゃあそのちゃんとっていうのがいくらかっていう話なんですけど、まあそうは言っても一概に税金払えばいいというわけではなくて、ポイントがあってですね、とにかく経費を増やしてっていうのは NG なんですね。
利益があって経費を増やせば、まあ、利益がないわけだから税金かかんないよっていう話なんですけど、これをやっちゃうとやっぱり NG です。で、利益が少なくてもいいケースというのは、いわゆる節税のために節税対策をした結果利益が圧縮されて納税が少ない、こいつは OK なんです。だから税金を払ってるかっていうポイントは重要なんですけれども、その中でも節税の結果利益が少なくなった、納税が少なくなってる、こいつは OK だということです。で、もう一つは民間銀行からお金を借りるわけだから、まあ、国から借りるのも一緒なんですけども、基本的にはちゃんと返済ができているかっていうことですね。信頼がちゃんと生んでいるかということ、これまで高校さんとかね、創業融資を借りてると思います。そういったところに返済の遅れがないかとか、納税の遅れがないかっていうところも結構重要なポイントになってきます。で、じゃあいくらぐらいの利益だったらいいのかっていうお話なんですが、基本的にはですね、住宅ローンを組むときに過去の確定申告書を出してくださいって、まあ、言われるわけなんですけど、銀行さん何を見るか、まあ、融資を住宅ローンを貸す側は何を見るかっていうと、まあ、確定申告書に見ていただくと分かるんですけども、あそこにはですね、事業所得っていうのが出てきます。で、あの金額だけで判断するわけではないんですね。ポイントはですね、まあ、青色申告の方は青色申告特別控除、あれは65万の控除が、まあ、青の場合はあるわけなんですけども、確定申告書に書かれている事業所得っていうのは税金がかかる所得になってくるから青色申告控除引かれてるんですね。だからあの金額に例えば65万なら65万の控除を足してあげる。そしてもう一つ、まあ、お身内に、まあ、例えば奥様とかね、にお給料を払っている、まあ、先住者給与っていう形で給料を払っているということであれば、その払った金額も足してあげていいです。なんでかっていうと、僕が事業主で、まあ、妻が先住者給与を払っているとしたら、お店としては2人ですよね、2人合わせて利益だっていう話になるので、僕が稼いだ利益と奥さんに渡した給与を合わせたものがこのお店から生まれた利益だっていう考え方になるんで、青色申告控除と先住者給与を足した金額で事業所得っていうものを判断していきます。で、まあ、あとはですね、減価償却ですね。例えば開業費なんか、開業費っていうのはお店をオープンする前にかかった経費がまだ残ってて、そいつをこうたくさん計上した結果利益が少なくなっている、こいつも開業費に関しては、まあ、あと減価償却なんかもある程度加味してもらえます。で、こういった金額がいくらなのかっていうところで、まあ、判断されるわけなんですけれども、この金額がじゃあいくらかっていうお話に関して言うと、基本的にはまあさっき言った開業したすぐは難しいっていう話をしたんですが、何年目ならいいかっていうと断定はできないんですけど、まあ、ほとんどの場合この1年目2年目3年目っていうのは個人事業ってまあほぼ信頼がないんですね。だから3年間は難しいって一般的に言われます。じゃあ3年経ってから動くのかっていうと、まあそうではなくてですね、3年目ちょうど今は1月、まあ、末なんですけども、今年の令和2年の確定申告が、まあ、3月15日まで出すわけなんですね。だからその出した時にそこからようやく住宅ローンを組む動きをしなくてもいいわけですよね。だから例えば今の段階で、まあ、これぐらいになりそうだっていう話を銀行さん、まあ、住宅ローンの会社さん、まあ、貸してくれるところと相談していけばいいわけなので、まずは2年の確定申告が終わっていると、1年目2年目の申告がもうすでに終わっていて3年目の申告が今度出すよっていうところであれば、もうそこで銀行さんと相談をしていけばいいです。3年目の確定申告を提出する前の段階で相談をして、今過去2年間はこういう状態だった、そして、まあ、今の状態ではこれぐらいの利益なんだけれども、これぐらいの利益だったらいくらぐらいの融資が受けられそうなのかっていうのを、まあ、あらかじめ、相談をしてもらうといいかなと思います。まあ、そこでね、利益が調整できるわけではないんですけれども、それでも目処がつきますよね。どれぐらい借りられそうかっていうところの目処が立って、で銀行さんから、まあ、これぐらいの利益は数字は欲しいですねっていうところで、こうまあ、それが例えば昨年のね9月10月とかだったら、よしじゃあその数字に向けて頑張っていこうとか、経費あんまり無駄な経費を使っちゃダメだよ ね、そんな調整を、そういう調整であれば可能です、ね、そういうところでこう融資を受けるための準備をしていただくといいかなと。なので、昨年融資を受けた方っていうのはほとんど3年目4年目の方ばかりですね。9名の方が融資を住宅ローンを、まあ、受けて家を買ったわけなんですけども、3年目4年目の方ばかりになってくると。
ということになります。だから早い方は3年目4年目、いやまあ4年目5年目かな、このあたりで住宅ローンを組むと。でまあ言ってしまえばですけども、利益が多ければ多いほど住宅ローンを組める額が増えるわけですね。だからあんまり焦る必要もないかなと思います。ぎっきりのローンを組むよりは少しゆとりを持ったローンを組めるようなところまでしっかり準備をするっていうこともまあまあ大事かなと思います。でまあ住宅ローン控除ですね、ここの動画の中であまり詳しくは言わないですけども、どんな制度かっていうと、家を買った金額と年末残高ですねの金額、住宅ローンの年末残高の、どっちか少ない方の 1% の金額で、所得税と住民税の合計額の最大40万円と、一定の要件をクリアすると50万っていう、控除もありますけれども、で期間は、10年間ですね、これも特例というのがあって13年っていうのはありますが、特例を置いといて10年間となので、家を買った金額と住宅ローンの金額でローンの方が多い、ローンの方が多いというかね、どっちが、いずれか少ない方ですね。だから一般的にはローンの方が少なくなると思います。それの 1% を目安に住宅ローン控除が受けられるっていうふうに思ってください。で、この控除がですね、ちょっと改正される予定がありまして、なんでかっていうと、住宅ローンの金利って 1% 以下ですよね、ほとんどの場合。そうすると、例えば 0.5% で金利を払うとなると、税金の控除が 1% なわけだから、住宅ローンを組んで家買った方が儲かるじゃんっていう話になっちゃうんですね。こんなことがずっと、長年実は繰り広げられてきて、こいつは問題だよねということで、いずれ改正されるでしょうって言われていたものが、令和4年の改正からこの控除額が改正される見込みだっていうふうに言われています。だから早い方がいいっていうわけではないんですが、今はそんな制度になっていると、そんな状態になっているということを知った上で家を買っていただく、住宅ローンを組んでいくということも重要かなと思います。いずれにしてもですね、この住宅って、なんていうかな、夢みたい、自分のやりたいことを実現するすごく重要な、通過点のようなものだと思います。この住宅ローンを組むことがゴールではないんですけれども、家を買うことがゴールではないけれども、これも一つ、住宅ローンを組むためにはどんな1年目、2年目、3年目を、過ごしていったらいいのかっていうことも分かった上で、じゃあ私はこんなお店を作っていこうっていうようなところを描いて開業準備をしていただくのも必要かなと思います。ということで、今日はですね、住宅ローン、美容室を開業した後に、住宅ローンは借りられるのかというテーマについてお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。